はい、皆さん、こんにちは。レク不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原です。では、2020鑑定理論論文ブリッジ講座第1回講義を行っていきます。このブリッジ講座は、鑑定理論に関し論文合格コースにおいて、まずは受講していただく、論文向けのトップバッターの講座ということになっていきます。なので、まずは論文式試験の概要からですね、簡単に説明をしていきます。はい。今収録している段階での直近の願書になるんですが、こう平成30年度のこの受験願書を使いまして、論文本試験の概要を説明していきます。2018年度ということですね。皆さんが受けるべき、論文本試験というのは2020年度、で今収録している段階ですと実は新しい言語をですね、ちょっとわからない時期に収録してますので、皆さんが受けるべき本試験は新しい言語の2年の8月が一応ね、論文本試験の一応ね、日程ということになってきます。でまずは手続き面なんですが、受験の手続き、願書の受付ということですね。例年、2月の下旬から3月の上旬が受験手続き願書の受付期間となっています。で担当免除で論文式試験から受ける方、こちらの方も同じように担当の時と同じように受験手続きは2月の下旬から3月の上旬ですね、こちらの日程で行う必要があります。論文8月だから2ヶ月前のなんか5、6月ぐらいに受験手続きすればいいとか、そういったことではありません。担当の時と同じタイミングで受験手続きを行う必要がありますので、毎年1人2人受験手続き忘れてしまいましたって方いるんですけど、そればっかり私どうしようもありませんので、これはね、忘れずに、手続き面なんですが、忘れずに受験手続きですね、行うようにしてください。願書のこれ、受付期間が近づいてきた時にはレクのホームページ等々でですね、こう注意喚起なんかもしていきます。では、試験の日程ですね。下を映ってください。論文本試験というのは、例年通りですと、8月上旬の土日月の連続する3日間が試験日程ということになってきます。最終日月曜日ですので、お仕事されている方はですね、事前にお休みを取っていただく必要があります。で、この示されている日程は、これ平成30年度の論文本試験の日程になります。皆さんが受けるべき、新しい言語の2年、2020年度は例年通りですと8月の1日、2日、3日というのが、本試験の日程の予定ということになってきます。ただ2020年度はオリンピックがあるんですね。まさにこれオリンピック開催されている期間です。で、他の資格試験とかでも実はこうオリンピック期間に実施するのをね、わざとずらす、例年よりもね、オリンピック期間を外すような、そういったね、変更がなされている試験なんかもありますので、そういった意味では鑑定試験ももしかしたら例年通りじゃなくて少し、ね、日程遅らせるような、そういった可能性も2020年度に関してはありえます。オリンピック期間を外すということですね。で、正式な日程は2020年度の1月ぐらいに正式な日程が発表されますので、そのタイミングで、ね、しっかりと例年通りなのかこう確認するようにしてください。で、論文本試験を3日間ですね、こう3日間論文書き続ける必要があります。で、試験会場なんですけど、した試験地、担当試験は全国で10カ所が試験会場になっているんですが、一方論文式試験というのは全国で3カ所しか試験地が指定されていません。東京、大阪、福岡ですね、この3カ所しか試験会場がありません。で、大抵の方がホテルをね、3日間予約して、でホテルからね、受験をね、受験会場に行くって、そういった形になると思います。今こうインバウンドとかでなかなか今ホテルが取れないとか、そういった状況もあったりしますので、早め早めにこう、ね、論文本試験受けることが決まっている方はホテルをですね、こう試験会場のそばのホテルを予約してもらいたいんですよね。で、試験会場というのは毎年毎年その、ね、変更はないんですよね。毎年同じような試験会場になります。なので一応ね、直近の平成30年度のこの3カ所の論文本試験の試験会場がどこだったかを、ね、説明しますと、まずは東京というのは、JR 五反田駅から、徒歩10分ぐらいのところにあります、TOC 五反田メッセというのがこれ論文本試験の会場となっています。平成30年度の女試験会場ですね。これ担当本試験とは別の試験会場が論文式試験の会場に東京はなっています。で、大阪ですと、これ担当本試験と通常同じですかね。
環状線天満駅から徒歩2分ぐらいですかね、天満研修センターというのが論文本試験の試験会場です。大阪駅から1駅ぐらいのところですかね、そういったところにあります。で福岡ですと、これ吉塚駅ですかね、吉塚駅から徒歩1分ぐらいのところにあります福岡県中小企業振興センタービルというのがですね、例年の試験会場ですね。博多駅から1駅ぐらいのところですかね、そういったところにあります。で例年試験会場はね、変更はねないのが通常ですので、なので、ね、論文本試験決まった方はですね、この五反田、まあ、天満もしくは大阪、あとは吉塚もしくは博多駅周辺のホテルをですね、早めに予約をして、で、正式な試験会場は、大体6月ぐらいに発表されます。まあ、本試験の2ヶ月前ぐらいですね、6月で、仮に例年通りの試験会場なかった場合には、あの2ヶ月前ぐらいですとホテルをキャンセルしてもね、キャンセル料かからないと思いますの で新たな試験会場のそばにホテルを取るという形で、早め早めにホテルについてもこう予約をねしていくようにしてください。はい、では試験の、ね、科目を確認していきます。はい、また願書を見ていただいて、担当式試験は科目は2科目ですね、行政法規と鑑定理論です。で行政法規というのはこう担当式試験だけの科目です。一方鑑定理論というのは専門科目といえますので、担当式試験のみならずこの論文式試験においても鑑定理論というのは出題されます。専門科目ですね。とともに論文式試験においてはこれ教養科目というんですが、3科目まとめて民法、経済学、会計学、この3科目の教養科目も加わってきまして、計4科目で試験が課せられるというのが論文式試験の特徴ということになってきます。さらに専門科目であります鑑定理論というのは出題形式がさらに2つに分かれてきます。まずは他の教養科目と同じように、文章を書いていく、論文形式ですね、論文です、論文形式で出されるものと、あとはこれ演習と書かれてますね。演習というのは電卓を使って計算をしていく、そういった出題のされ方です。簡単な鑑定評価報告書をですね作っていくような、そういったね電卓を使った計算問題が演習問題ですね。この演習の方については演習対策講座というもので対策を行っていきますので、これから受けていくブリッジ講座というのはこの論文の方の対策をしていく講座ということになってきます。では問題数何問出されるかといいますと、基本的には大問2問です。大きな問題2問ということですね。大問2問が出題されます。問題1、問題2という形で、民法、経済学、会計学出されます。ただ専門科目であります鑑定理論というのは、教養科目の倍の問数が出されます。つまりは2日目の午後にまずは鑑定理論大問2問、つまり問題1、2が出題されまして、で3日目の午前中にさらに問題3、4という形で大問4問が鑑定理論については出題されるということになってきます。教養科目は大問2問なんですけど、鑑定理論は倍の4問ですね。問題1、2、3、4という形で2日目の午後、3日目の午前中という形で聞かれます。あと演習については大きな問題が1問出されます。で、配点はと言いますと、基本的には1問あたり50点。で、かける、2問ということですね。2問ということなので、すいません、ね、色が出てこないですね。50点かける2問ということで、まあ、100点満点というか、ね、100点満点です。100点満点で経済学も100点満点で会計学も100点満点で鑑定理論2日目のここで問題1、2で100点満点で3日目午前中で問題3、4で100点満点で演習問題は大きな問題で丸々100点ということです。なので論文本試験というのは600点満点ということになってきます。600点満点ですね。600点です。600点満点で、そのうち鑑定理論が100、100、100で半分の300点を占めている、配点の半分を占めているのが鑑定理論ということになってきます。
なので当然他の受験生も配点の半分を占めてます鑑定理論については多くの時間を費やして学習をしていきます。で鑑定試験というのは相対評価の試験です。絶対評価で何点以上取った方は全員受からせるとかそういった試験じゃなくて、担当論文本試験の問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし難しければ下がっていくみたいに相対評価なんですね。なので他の受験生が多くの時間を費やして鑑定理論について学習している以上ですね、そういった受験生に差をつけられないようにするためには皆さんも鑑定理論については多くの時間を費やして学習を進めていく必要があるということになってきます。鑑定理論を苦手としているようですとなかなか合格は厳しいということになってきます。では論文本試験適用をつけるためにはですね実際の問題をちょっと確認をしていきましょう。はい、では実際の直近の本試験問題確認していきます。はい、今収録している直近というのは平成30年度の本試験が直近の本試験になってきます。でこれ実際のこれ論文本試験の問題ということになってきます。これ A4 版で横書きの、ね、問題用紙ということになってきます。こういった国家試験の問題は秘密保持のためにこう刑務所内の印刷するところで作られるなんて聞いたことあるんですけど、そういったものかもしれません。で一応見ていきます と、平成30年度の鑑定試験で鑑定理論に関する問題ですね。でこれ2日目の午後ですね、問題 1-2 ということになっています。で、満点100点ですね。でこれ試験時間2時間ですね、2時間で2問解いていきます。これ2日目の午後なので1時半から3時半ですね、2時間で2問を解いていきます。でこう配られまして、で開始と言われるとこれ、ね、ペラッとめくると問題がある、ね、そういった形になっても、始めと言われてこうペラッとめくるという形ですね。で大問2問なので上に問題1がありまして、上が問題1で下が問題2という形でこう2問ですね、問題文が示されています。では問題1ちょっと確認しておきましょうかね。どういった問題が出されているのかちょっと見ていきましょう。はい、問題1使ってね、どんな問題が直近出されているのか確認していきましょう。問題1ですね、50点が配点されています。個別適用に関する次の各設問に答えなさい。小問の1、建物の各用途に共通する個別適用について次の各問に答えなさい。丸1、次に掲げる個別適用について特に留意する必要があるとされている事項を述べなさい。括弧は設計設備等の機能性、括弧い建物の性能、括弧維持管理の状態、括弧え有害な物質の有無及びその状態、括弧工法上及び手法上の規制制約等。丸2、事務所ビル貸し屋及びその敷地の個別適用について留意する必要があるとされている事項を述べなさい。小物3、建物及びその敷地に関する個別的の主なもの、括弧土地に関する個別的及び建物に関する個別的を除くを挙げるとともに、当該個別的について特に留意すべき事項を述べなさい。小物3、対象不動産の物的確認にあたり内覧の全または一部の実施について省略することができるのはどのような場合か説明しなさい。また対象不動産が証券化対象不動産、括弧不動産鑑定基準各論第3章第1節に規定する証券化対象不動産を有である場合において、その個別的要因の調査にあたりどのような事項に留意する必要があるか説明しなさいとなっています。このように、小問形式で、ね、出題されるのが通常です。大問2問なんですけど、さらにそれぞれごとにですね、こう採点しやすいように小問形式で問題が出されるのが通常ということになってきます。どうでしょうかね、今ざっと読んでみたんですけど現時点でもなんか書けそうな気がしますかね。このような問題がこう、ね、鑑定理論ですと大問4問という形で問題 1-2 で3-4という形で出題されていきます。で、ちょっともう一度注意事項をちょっと確認していきますと、はい、表紙に戻って注意事項で、じゃあね、縦4ですね、縦4のところを見てください。回答は回答用紙の所定の欄に黒もしくは青のボールペンまたは万年筆で丁寧に書いてください。鉛筆等で書くと無効になりますとなっています。担当式試験はマークシートでしたので鉛筆を使ってマークをしていく、そういった試験でした。一方論文式試験というのは使える筆記用具というのが指定されていまして、黒もしくは青のボールペンまたは万年筆ですね、こちらが指定されている筆記用具ということになってきます。
なので、3日間ね、論文を書き続けなければなりませんので、とにかく書きやすい、疲れにくい筆記用具ですね。レックの答案練習会、答練等々でいろいろ試していただいて、とにかく自分に合った疲れにくい、書きやすい筆記用具をですね、早め早め、黒、青のボールペン、または万年筆ですね、何かしら準備するようにしてください。まあ、細すぎてもダメですし、太すぎてもダメですかね。あと、にじみやすかったり、乾きにくいものもですね、適していません。私は受験生時代は一応ね、青の万年筆を使いました。まあ、黒ばっかりが多い中に青ですと目立つ、あと、ね、青は目に優しいとかね、そういったことを噂がありましたので、まあ、青の万年筆使ったんですけど、まあ、採点する側に立ってみると青だろうが黒だろうが全然、ね、違いはありませんので、まあ、色は気にする必要はありません。とにかくやっぱ書きやすいものですね、疲れにくいものですね、いろいろ試して、まあ、どうでしょうかね、デル状のこう書きやすいボールペンなんかが適しているかもしれません。いくつか試していただいて、自分に合った筆記用具をですね、早め早めにこう準備するようにしてください。あと注意事項の3ですね。途中から回答用紙は表紙を含めて5ページとなっています。では回答用紙も見ていきましょう。はい、こちら実際の回答用紙ということになります。問題文も回答用紙も国土交通省の国家試験の案内というところにデータがアップされています。なのでこうプリントアウトして皆さんも、ね、打ち出すことができます。この回答用紙は、B4 版ですかね。 B4 版です。で実際はこの上が、ね、ホチキス止めされてるんですね。ホチキス外さないでくださいと注意事項があります。1ページは表紙ですね。受験地だったり受験番号だったり名前を書くのが表紙です。でめくりますと回答用紙というのは1ページあたりこれ25行の行数が与えられています。1ページあたり25行で問題1問に対してそれが2ページですね。2ページ与えられます。問題1の1ページ、問題の2ページ、要は行数的には50行が1問あたり与えられる回答用紙ということになってきます。で大問2問なのでそれが2セットということでね、問題2の1ページと問題の2ページですね。こういった形で、まあ、合計4枚ということですね。大問2問で1ページあたり25行の回答用紙が大問1問あたり問題1問あたりこう2ページですね。問題1にで問題2の1ページ2ページという形でこう与えられるということになっていきます。会計学はちょっと回答用紙が違うんですけど、民法経済学鑑定理論の論文はこれ共通のこれ回答用紙ということになっていきます。でこういった回答用紙に先ほどのね問題文ですね、読み込んで回答を作成していくということになってきます。ではどういった回答を作成していく必要があるのかってことですね。はい、レックでは本試験の3日後ぐらいに、回答速報という形で模範解答例をホームページにアップしていきます。でこれアップした模範解答例なんですが、先ほど見た平成30年度の問題1のこれ模範解答例ということになってきます。で内容はね今はねそれか気にする人がないので、ちょっと形式論というんですかね、この回答用紙でこうアンダーラインが引かれてるところって見えますかね。でこのアンダーラインのうちこの実践が引かれてるところで実践、こちらの基準から引用しているね、そういった意味合いになっています。で下の行きますと、これ分かりますかね、ちょっと実践との違いが分かりにくいと思います。この波線が引かれているところ、こちらは留意事項から引用しているという意味なんですね。そういった意味合いです。でこう全体見渡すと、これほとんど実践か波線かでこう回答が形成されているんですよね。分かりますかね、ほとんどこう線が引かれているのって分かりますかね。2ページにわたってだいたい実践か波線ですよね。こう引かれてますよね。つまり何が言いたいかと言いますと、鑑定理論の論文の回答というのはなんか自分の言葉で書くとか現場で作文するとかそういったものではなくて、基準留意事項を引用して回答を作成していくというのが原則ということになってきます。鑑定理論の論文の回答というのは基準留意事項を駆使して回答を作成していく、それが基本ということになってきます。で今示しているこの回答例は、模範回答例、超模範回答例ということになってきます。何が言いたいかというと、
この回答例通りに本試験会場で書けないと合格することができないかというと、決してそういったものではないんだということになってきます。じゃあどれぐらい書けばいいのかと言いますと、一応願書には合格基準としましては、下ですね、総合点でおおむね6割ですねを目安としますと示されています。なのでざっくりとこの示されている模範解答例のだいたい6割ぐらいを書ければ合格することができる、まあ、そういった解答例だと思ってください。これ全て書けないと合格することができないとか、そういった回答例ではなくて、あくまで超模範回答例です。私現場でこの回答例通り書けるかというと書けないです、まあ、そういった回答例だと思ってください。この6割ぐらいを書ければ十分に合格することができるということです。例えばの経済学、私も文系だったんですけど、文系の方で初めて経済学の回答例見ると、模範回答例見ると、と思うと思うんですね。いや、こんな回答例書けるようになるのかなと本当ね不安に思うと思います。なので、ね、実際講義とか受けていくと書けるようになってきます。さらに言うと、経済学というのは、本試験でこう難しい問題とか出されたりしますので、あの模範解答例のそれこそ4割ぐらいしか書けなくても十分に合格することができるとか、そういった問題なんかもありますので、とにかく示されているですね、レックで示している、ね、問題等々に 示している解答例というのはあくまで、ね、模範解答例ですので、その通り 100% 書けなければ合格することができないとか、そういったわけじゃなくて、まあ、大体6割ぐらいを目安に書ければ合格することができる、そういった、ね、解答例だと、ね、理解するようにしてください。はい、ではこれから受けていきますブリッジ講座 の位置づけをちょっと説明をしていきますので、ではお手元、この鑑定理論論文ブリッジテキストというのが届いていると思います。そちらをちょっと準備をしていただいて、はい、でめくっていただきますと、ローマ数字3ページのところに、ブリッジ講座の位置づけというものが示されていると思います。そちらをちょっと、ね、見てください。ブリッジテキストのページ進んでいただいて、ローマ数字の3ページというところね、3ページというところ、そちらをちょっと見てください。はい、ブリッジ講座の位置づけが示されています。はい、よろしいでしょうか。ではこちらで確認していきます。ではまずはブリッジ講座、どういった方を対象としているのかってことですね。対象者について説明をしていきます。本講座は担当対策として一通り鑑定理論を学習した方を対象とする講座となっています。鑑定理論の基礎知識を身につけている方を対象とした講座ということになってきます。なので、はい、下の本文のところ3行目、鑑定理論は担当式論文式共通の科目です。科目であり、ベースの知識は基本的には担当論文共通で、アウトプット回答の仕方が異なるだけとなっています。担当特有、論文特有、そういった知識は基本的にはありません。学ぶべき知識は担当論文共通ということです。ただこう回答の仕方が違うということですね。マークシートにマークをするのか、論文で文章を書いていくのか、そういったアウトプットの違いだけで学ぶべき知識は共通ですので、要は担当対策として身につけた基礎知識がそのまま論文対策の基礎知識となってくるんだということになっていきます。なので3行目、そのため本講座においては鑑定理論の全体像をざっくりとは総ざらいしますが、論文対策としてゼロから鑑定理論知識を学ぶということは行っていかないんだということになってきます。論文対策としてこう知識をインプットしていくような、まあ、そういった講座を行わないということになってきます。担当対策としてすでにこう、ね、知識をインプットしているということを前提に講座を進めていくということになってきます。なので、はい、次の段に従って担当合格コースを同時に申し込んでいる方、過去とは指定は、まずは担当合格コースに含まれている担当合格講座全20回を受講してから本講座を受講するようにしてくださいとなっています。論文合格コースとともに担当合格コースを、ね、申し込んでいる、要は具体的なコース名で言いますと、担当論文フルコースもしくは担当論文基礎コースを受講されている方は、まずは担当合格コースの中に含まれている鑑定理論担当合格講座全20回ですね、まずはこちらを受講していただいて、
鑑定理論の基礎知識をしっかりと身につけてほしいということです。それを踏まえてこのブリッジ講座を受講するようにしてください。それにはまた書き、また独学の方など担当対策としての鑑定の理解が不十分と感じられる方は、論文合格コースの特典である可燃度の担当向けの速中講座全10回ウェブ講座を視聴するなどしてから本講座を受講するようにしてくださいとなっています。独学で担当方、もしくは担当対策としての鑑定の理解がいまいち不十分だ、そういった方は、特典として、この論文合格コースの特典として、可燃度の担当向けの、担当スーパー速修講座の10回分のウェブ講座が、ね、これ無料でついています。なのでそちらですね、10回ざっと聞いていただいて、まずは鑑定理論 の基礎知識ですね、そちらをね、今一度確認してからこのブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。なのでまだ担当合格講座全20回受講していない方、あとは独学だったり理解が不十分と感じられている方、その方はまずは、この20回の担当合格講座か、あと特典としてついているこの速修講座全10回のウェブ講座を聞いてからブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。なのでこう聞いてない方は一旦ね、これ受講今止めていただいて、そちらの方でまずは受講するようにしてください。はい、では本講座の、ね、目的はどういった目的なのかってことでしたら、目的に確認していきます本講座は鑑定理論の論文を書くため準備をする講座ということになってきます、つまり担当の足の整合を判断するために身につけた知識を論文で文章を書けるように、ね、知識を、ね、バージョンアップしていくような、まあ、そういった目的の講座なんだということになってきます、まあ、そういった意識づけをしていく講座ということになってきます。本文、本講座は担当と論文の橋渡し的講座、まあ、ブリッジ講座となります。つまり担当対策として学習した鑑定理論の基礎力を論文を書けるような知識にコンバート変換していくとともに、鑑定理論の回答の方、書き方を身につけることを目的とした講座となります。担当対策とその知識を論文を書けるような知識を、ね、コンバート変換していくとともに、あとはもう一つ重要ですね、書き方ですよね。論文なのでこう文章を書いていく、でやっぱ試験対策として論文の書き方、さらに鑑定理論特有の回答の書き方、型があります。その型をこのブリッジ講座を通じて身につけていくのを、ね、目的としていきます。知識を論文の方にですね、変換していくとともに、こう、ね、形式論としてこの回答の書き方ですね、それをこのブリッジ講座を通じて身につけていくということになっていきます。最終産業、本講座の受講にあたっては特に縦の理解、深い理解、各概念の必要性等と横の理解、横断的理解、他の章との関連等を意識することが重要となっていきます。担当対策としてはこう知識あるこうぶつ切り的に、ね、知識を確認しても十分担当というのは合格することが できると思うんですが、一方論文というのは各概念の必要性等々の深い理解、要は縦の理解だったり、あとは他の章との関連等々の横断的な理解ですね、横の理解です。この縦の理解、横の理解が論文式試験においては聞かれますので、そういったことを意識しながらこれ、ね、論文対策としては学習を、ね、進めていく必要があるんだということになってきます。はい、あとはじゃあね、使うべきちょっと教材をですね、説明していきます。まずは今ご覧になっているこの2020の鑑定理論論文ブリッジテキストですよね。こちら、ブリッジ講座オリジナルのテキストということになっていきます。まあ、特にこの問題を使って先ほどの回答の型を身につけさせていくテキストがこのブリッジテキストということになっていきます。続いて2020合格基礎テキスト鑑定理論というのが届いていると思います。これ担当論文共通の基本テキストということになってきます。メインのテキストです。担当対策として、2019年度の、合格基礎テキストを、ね、お手元お持ちの方もいらっしゃると思います。で、メモ書きとかしてこう自分なりのテキストになっている方も、ね、いると思います。で、基準類事項は大きな改正はありませんので、お手元の2019年度向けのテキストをそのまま使っていただいて大丈夫です。多少ですね、表現を良くしているとか、そういった、ね、変更している部分ね、少しだけあるんですけど、基本的に大きな変更はありませんので、お手元の2019年度の合格基礎テキストですね、そちらを使っていただいても問題ありません。であとは、論文向け教材の、ね、サブテキストですね、2020合格鑑定理論というのが、やはりですね、届いていると思います。
これレック石尾氏の一押しの、論文向けの論証例集ということになっていきます。他校の方なんかもですね、手に入れたがるようなそういった、ね、レック一押しの論証例集です。まあ、使い方はですね、後々説明をしていきます。で、講義にあたってはこの3つのテキストですね、すべて使っていきます。ブリッジテキスト、豪華基礎テキスト、あと効果系ですね、この3つすべて使っていきますので、お手元を3つですね、こう準備した上でこれからですね、ブリッジ講座ですね、受講していくようにしてください。はい、じゃあ前置きで以上にしておきましょう。では以上をもちまして第1ユニット講義の方終了いたします。はい、で第2ユニット講義の進めていきましょう。では、鑑定理論の、論文対策の学習法について確認していきますので、お手元ブリッジテキストのローマ数字の4ページのところですね、そちらをちょっと開いてください。はい、ブリッジテキスト4ページですね、そちらを開いてください。はい、ブリッジテキストのローマ数字4ページのページを開いてください。はい、よろしいでしょうか。鑑定理論の論文対策学習法ですね、一応3つのポイントを確認をしていきます。はい、まずは1つ目のポイントですね、黒帯のところを見てください。基準留意事項をより正確に暗記することがまずですね、ポイントとなってきます。本文、鑑定理論の論文作成は事前にインプットした基準等の中から問いに対応したものを抽出し、それを正確に引用して論証することが基本となりますとなっています。先ほど平成30年度の問題1の、ね、模範解答例をお見せしたと思うんですけど、鑑定理論の論文というのは基本的には、基準留意事項を駆使して回答を作成していくということですね。現場で作文するとか自分のオリジナルの表現を書くとか、そういったことは基本的な不要で、基準留意事項を駆使して回答を作成していく、ね、そういった回答の仕方ということになってきます。なので、はい、3行目、そのためにも基準等について理解を伴わせた精度の高い暗記が必要となっていきます。鑑定理論の学習というのは一言で言うならばですね、理解を伴わせた精度の高い暗記を行っていくのが鑑定理論の学習方法ということになっていきます。基準留意事項について理解を伴わせた精度の高い暗記を行っていくのが鑑定理論の学習です。単なる丸暗記ではなくて、こう理解を伴わせる必要があります。さらには論文です、書く必要がありますので、書ける程度に、つまり精度の高い暗記というのが必要になってきます。で、続きの文章4行目、相対評価の試験である不動産鑑定試験においては受験生の大半が多くの時間を費やして基準等の暗記の精度を高めている以上、皆さんも周りに書き負けないように暗記を進める必要があります。そうですね、鑑定理論600万点中300点配点の半分を占めています。なので、鑑定理論対策、特にこの基準留意事項の暗記というのは他の受験生も多くの時間を費やして行っています。なので、相対評価であります鑑定試験においては他の受験生に書き負けないように、皆さんも多くの時間を費やしてこの基準留意事項の暗記を進めていく必要があるんだということになってきます。では、まあ、そうは言ってもって形でいろいろ疑問があると思いますので、そちらにちょっとお答えしていきます。まず1つ目、そもそも暗記はこう絶対に必要なのかってことです。いやいや、理解していれば自分の言葉で書けばしっかり点数がもらえるんじゃないか、合格できるんじゃないか、本当に暗記って必要なんですかってことですね。これ最もな疑問だとは思います。ただやっぱり必要なんですよね。本部のところを見てください。鑑定理論は基準等の暗記自体を試す試験ではありません。基準等の文言通りに記述していないから点数がつかないわけではなく、基準等の文言通りに記述していないことによって内容自体が間違ってしまっているため点数がつかないこととなるんだということになってきます。暗記自体を試していません。ただ基準通り記述しないと結果的に内容自体が間違ってしまって、結果はね、点数がつかない減点となるんだということになってきます。なので、抜群の理解力と抜群の文才、自信がある方は基準留意事項を暗記しなくても合格することができます。私ね、10年以上講師やってるんですけど、10年以上の中でたった一人だけなんですけど、ね、そういった方が合格した方がいました。その方はね、抜群の理解力と、あと、ね、抜群の文才と、さらにこう達筆だったんですよね。
で全然基準履修校の暗記してないので予備校の採点としましては全然点数が良くなかったんですけど良かったんですね。本当にびっくりしました。ただ10年以上の講師業の中でたった一人ですからね、それは万人受けするような受かり方じゃないということですよね。これもリスキーな、ね、やり方ということになっていきます。やっぱり基準履修校を使って答案作成していくのがこう最善策ということになっていきます。第7力、つまり実務を行っていない受験生が基準等の意味内容を完璧に理解するのは困難であり、ちょっとした記述の違いが大きな間違いとなることが多いんだということになってきます。基準留事項というのは現場の不動産鑑定士に向けた、実務規範ですね、行為規範です。なので、実務を行っていない受験生が基準留事項を完璧に理解することができるかというと、それはなかなか困難です。もちろん本当は講義でしっかりと私が理解をさせなければならないんですけど、なかなか全部が全部理解できるかというとそれは厳しいです。私自身も実際に受かって実務を行ってから分かった基準留事項多々ありますし、実際今最終合格してる方の中にも、じゃあ基準留事項を全部が全部理解できてるかというと、できていないしかね、できていない方が大半だと思います。なのでこう理解できてない状況で、あ、この文言ってちょっと変えても大丈夫だなとか、この文言ってそんなに重要じゃないんだなって思ってしまって違った表現をしてしまうと、結果それが内容の間違いにつながって減点になってしまうということです。理解が不十分な状態でここちょっと表現変えてもいいかなとか、この文言ってちょっとねなくしても大丈夫かなって安易に思ってしまうことが、それが大きな内容の間違いにつながって結果点数がつかないということですね。そういったことになってしまいます。次の段落、基準等引用すれば減点はされません。そうです、丸暗記であったとしても対応する基準をしっかりと引用して回答に示せば減点されることはありません。続きの文章、試験員に自分の理解を適切に伝えるためには、いわば共通言語といえる基準等を駆使して回答を記述するのが最善策となるんだということになっていきます。基準留事項というのは試験員との間の共通言語です。試験員も基準留事項を暗記して、で試験突破して、で鑑定士になってこう試験員になってるわけですね。共通言語なんです。なのでこの共通言語であります基準留事項を使った方が自分の理解を試験員にしっかりとアピールすることができるということになっていきます。例えば英語が得意な人に、英語が母国語の人に自分の理解を伝えるためには、例えば英語を使った方がいいということですね。同じことです。試験員にしっかりと自分の理解をアピールするためには、この共通言語であります基準留意事項を使った方がやっぱ自分の理解をしっかりとアピールできるということになってきます。試験員というのは問題1問あたり1人の試験員が選ばれます。教養科目は2人の試験員、鑑定の論文は4人の試験員が選ばれます。でそれぞれ問題1問ずつ試験が作成して、で、自分が作った問題について責任を持ってこう採点をしていくわけなんですね。で論文式試験というのはだいたい1000人ぐらいが受験します。なので1人当たりですね、試験員こう1000通ぐらいの回答で、採点していく必要があります。8月の下旬ぐらいから、ね、夏の暑い中こう採点していくんですけど、試験員ってあまり報酬もらえないって聞いたことあるんですけど、こうやっぱ大変ですよね、センスも採点するのは。で基本的には1人当たり採点する時間は数分と言われています。数分です。でこういった数分の限られた時間の採点で、印象がいい答案というのはどういった答案かと言いますと、特に鑑定理論というのは初めから終わりまでこうスッと読めるようなね、引っかかりがなくスッと読めるような答案がこう印象のいい答案になっていきます。それはどういった答案かというと、ズバリ共通言語であります基準留意事項を使った答案が、ね、スッと引っかかりのない答案ということになっていきます。つまりこう初めの2行ぐらいを読んだだけで、あ、この人共通言語であります基準留意事項をしっかり使ってるなって、そういったいい印象を持ってもらえば、その後はこうスッと読んでもらえるわけなんですね。いいですね、予見を持ってもらうと、その後はこう荒探しされることなくこうスッと読んでもらえる、印象がいい答案になってきます。一方でいきなり初めから自分のオリジナルの表現で回答を書いてると、一応ね試験員は採点しなきゃならないので読み込む必要があるわけですね。なんとかね回答をね読んでいく、そうすると読み込む以上こう荒探しになっちゃうわけ、結局は。なので共通言語ならオリジナルの表現を書いてると結局荒探しされて、やっぱり印象が悪くなるということになってきます。同じ内容の答案で基準留意事項を使った答案と、やっぱオリジナルの表現でどちらが印象がいいかというと、これは絶対基準留意事項を使った方が印象良くなります。
やっぱり共通言語であります基準類似語を駆使して回答を作成した方がこうスッと読めるですね、いい印象の答案になってくるということです。なのでやっぱり、ね、この基準類似語を使って回答を作成していくのがこう、ね、最善策ベターな方法論なんだということになってきます。はい、ではどれぐらいの精度レベルで暗記を進めていく必要があるのかってことでした。暗記の精度のレベルはということです。担当対策としてはそれぞれの足の正誤を判断できるレベルに暗記をしていけば十分にね試験は受かることができました。一方論文というのはこう書いていく必要がありますね。記述をしていく必要があります。担当の足の正誤を判断するレベルと実際にこう記述をしていくレベルというのは、まあ、正直これ格段の差があります。本文、本試験において結果的に7割程度の精度で基準等を引用できれば問題はありません。そのためには手におはや句読点まで厳密に覚える考える必要はありませんが、意識としてはほぼそのまま暗記をしていく必要があります。本試験の場で結果的に7割程度の精度で基準等々を引用できれば十分に合格することはできます。内容的にもね、7割精度ですと間違っていない内容になっているはずです。なので日本語としてしっかりと成立していれば手におはだったり句読点までは厳密にですね引用する必要はありません。ただ意識としては暗記をする場合にはやっぱりほぼそのまま暗記をするという意識で暗記を進めてもらいたいということです。なぜかと言いますと、意識として普段から7割程度の精度でいいんだって意識でも暗記をしていると結果的には5割ぐらいの精度になっちゃうんですね。で緊張する本試験の場ですと4割ぐらい結果的になっちゃうんです。結果4割程度の精度ですとやっぱ結果的には内容的に間違ってしまっています。なのでこう減点されてしまいます。本試験の場で結果的に7割程度の精度にしていくためには普段の意識としては10割です。ほぼそのまま10割の意識で暗記をして、そうすると結果的に8割ぐらいの精度で暗記をできます。で緊張する本試験の場で結果7割精度で示すことができますので、普段の意識としては10割ぐらいの意識でほぼそのまま暗記をするという意識で暗記を進めていく必要があるんだということになってきます。さらに最終2行、また本試験においては基準等を思い出している時間はありませんので瞬時に引用できるレベルにしておく必要があります。2時間で2問、まあ、1問あたり1時間のペースで、ね、回答を作成していく必要があります。なので本試験の会場の場で、基準って何だっけかなみたいに思い出す時間はもう全然ありません。もう全然ありません。なので現場で問題文を見てこの問題に対応する基準はこれとこれとこれだなって形で、あとは現場でガーって形で吐き出せるぐらいのレベルに持っていかないと、やっぱこう基準マシンのようにこう、ね、ガーッと吐き出せるようなそういったレベルに持っていかないとこう使える暗記とは言えないんだということです。まあ、瞬発力というんですかね、そういったこともですね暗記には必要だということになってきます。ではどれぐらいの範囲で、結構範囲が広いのでどれぐらいの範囲基準をね押さえていかなきゃならないのかってことですね。5ページ上、暗記の範囲はってところを見てください。担当対策としては網羅的に問題が出せるので基本的には全範囲についてですね確認をしていく必要がありました。一方論文対策としてはある程度出やすい出にくいですね、そういった分野がありますので、メリハリをつけていく必要があります。本文、論文式試験において出題されにくい分野がありますので、イメージとしては基準が8割、留意事項が5割、トータルすると全体の7割程度が暗記をすべき範囲となっていきます。そうですね、基準で8割程度で留意事項と5割程度でトータルすると、まあ、大体7割ぐらいの範囲を抑えておく必要があります。つまり精度としても7割、範囲としても7割を目指して暗記を進めていく必要があるね、そういった目安ということになってきます。では暗記をする順番はってことですね。さあ暗記の順番はってところ、基本的にはまずは基準、続いて留意事項という順番で暗記を進めていく必要があります。そうですね、まずは基準です。で少しずつ関連する留意事項についても暗記の範囲を広げていくということになってきます。でさらにまた章ごとのメリハリも意識すると良いでしょうとなっています。総論が1章から9章、各論が1章から3章、全部で12の章があるんですけど、やっぱり出やすい出にくいですね、そういった章がありますのでメリハリをつけて暗記を進めていく必要があります。ちょっとメリハリをつけていきましょう。ではお手元
合格基礎テキストを準備してください。お手元合格基礎テキストを準備してください。で、合格基礎テキストの目次を使ってメリハリをつけていきますので、では表紙めくってさらに端書き等々を、ね、進めて目次というところですね、開いてください。端書き本書の特徴を飛ばして、ね、目次というところですね、合格基礎テキスト開いてください。目次を使って章ごとのメリハリを出すね。一応 ABC のランク付けでメリハリをつけていきます。C ランクというのはやらなくていいということじゃなくて、ね、優先順位として後回しにしていい、そういった意味だと思ってください。C ランクだからやらなくていいとかそういうことじゃなくて、これ、ね、あくまでメリハリです。山張りじゃなくてメリハリですね。 C ランクも最終的にはやっていく必要がある、そういったものだと思ってください。はい、ではまずは総論第一章ですね。不動産の鑑定評価に関する基本的考察、これ理論的根拠が示されている章ですね。2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されたのが、ね、総論第1章です。なのでこれはランクとしては C ランクです。大体10年に1回ぐらいですかね、この1章がメインとして出されるのは。なので、優先順位として一番最後ですかね、一応 C ランクということになってきます。続いて総論第2章、不動産の種別部類型です。こちらは場面設定として、まあ、問題の前提として種別類型が設定されることがあります。で、前提を理解していないと問われたことからしっかりと書くことができませんので、そういった意味では2章は B ランクということになっていきます。まあ、それなりに、ね、書く場面があります。2章ですね、不動産の種別類型は B ランクということになっていきます。では目次続いてローマ数字2ページ進んでください。で、真ん中あたり総論第3章、不動産の価格を形成する価格形成要因です。こちらは、出題としては結構ですね出される分野なんですけど、ただ暗記をするところはねそんなに多くはありませんので、そういった意味でこう B ランクって感じですかね。 B ランクです。まあ、それなりにやっぱこちらもね出る書くんですけど、細かい項目例示がされてますよね。あれ全部が全部覚える必要はありませんので、そういった意味では暗記するね箇所というのは限られてますので、こう B ランクということになってきます。では今度3ページ目次進んでいただいて、総論第4章ですね、不動産の価格に関する諸原則、こちらはやっぱり抽象論なので C ランクということになってきます。諸原則自体がメインの問題というのもやっぱり1章と同じですかね、まあ、10年に1回ぐらいです。なので一応ランクとしては C ランクということになってきます。ただ諸原則というのは全部で11個しかありませんので、もう諸原則はそれぞれの定義をしっかり押さえればもうそれなりに対応することができますので、まあ、そういった意味ではもう早め早めに11個の原則の定義を覚えてしまえば十分に4章は対応することができるということになってきます。で、続いて下を移っていただきまして、総論第5章、鑑定評価の基本的事項ですね。こちらは A ランクですね。 A ランクです。まあ、担当論文を通じてよく出される分野が総論第5章ですね。鑑定評価の基本的事項です。こちらは A ランクということになってきます。続いてじゃあローマ数字4ページはい、総論第6章、地域分析部個別分析です。で、こちらも A ランクということになってきます。結構本試験で聞かれる分野ですね。しっかりと暗記をしていかなきゃならない章が総論第6章ということになってきます。で、続いてボリュームが多い総論第7章、鑑定評価の方式です。まあ、具体的な手法ということですね。こちらは、範囲も広くて細かい留意事項とかもあるんですが、ただやっぱりこちら A ランクですね。この試験でよく出されます。こちらは留意事項も含めてしっかりと暗記をね進めていかなければならない、ボリュームもあって大変なんですけど、総論第7章というのはこう重要ですね。 A ランクの章ということになってきます。続いてではローマ数字6ページまで進んでください。はい、下、総論第8章、鑑定評価の手順です。10個の手順について示されています。こちらは B ランクですかね。 B ランク、まあ、出やすい手順と出にくい手順があるんですけど、一応トータルすると総論第8章というのは一応 B ランクということになっていきます。
で続いてローマ数字の7ページ、はい、総論第9章鑑定評価報告書です、まあ、形式論ですよね。深い理解とか不要ですので、そういった意味ではこちらは C ランクということになってきます。なかなかメインで出されることはそうは多くないですね。あの C ランクということになってきます。なのでメリハリとしては一応後回しでも大丈夫ということになってきます。で続いて格論ですね、じゃあローマ数字8ページ進んでください。はい、まずは格論第1章価格に関する鑑定、こちらは A ランクということになってきます。重要ですね、 A ランクということになってきます。で続いて下格論第2章賃料に関する鑑定評価、こちらは C ランクですかね。 C ランク、それほど出題可能性高くないです。さらに言うとね、近年ですね、ちょっと出されたのことがあるんですね。で、しばらくちょっと出ないかなってことも含めて、ランクとしてちょっと C ランクということになってきます。で、最後、各論第3章ですね、証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価ですね、こちらは B ランクということになってきます。これ、平成19年度の改正で新たに加わった章が各論第3章です。で改正分野というのは試験で出されやすい分野です。なのでこれ平成19年度で追加されて平成20年度から試験範囲になったんですけど、20、21、22という形で3年連続で各論第3章論文本試験出されました。で一通り出やすいところが3年連続出たので、ね、しばらくねその出てなくて、で直近3年間でまたですねこう通サイクル目というんですかね、あの最近各論第3章ですね出されるように今3年連続出されています。そういった意味で危ない分野ということで B ランクということになっていきます。メリハリつけました。なので当然ね A ランクから優先的にこう、ね、暗記を進めていく必要があるということになってきます。はい、またブリッジテキスト戻っていただきまして5ページですね、ローマ数字5ページ戻ってください。はい、じゃあ5ページ真ん中、じゃあ暗記の方法はってところを見てください。暗記の方法はってところを見てください。はい、本文暗記方法は音読、目読、書き写す、録音をして聞くなど様々で、特に正解というものはないんだということになっていきます。まあ当然十人十色ですよね。あの絶対的な正解というのはありません。その後自分に合った暗記方法を早めに見つけることが重要なんだということになってきます。で続き、その際ハードルを高くして三日坊主にならないように生活の一部として毎日続けられる方法を選択するようにしましょうということになってきます。そうですね、ハードル高くしてもすぐにねやめてしまうならばそれ意味がありませんので、とにかくこうね継続が重要ですので、毎日続けられる方法ですよね、毎日続けられる方法というのを自分なりに早く見つけるというのが重要ということになってきます。とにかく鑑定理論の暗記は毎日です。他の科目の勉強と同時並行的に暗記というのは進めていく必要があります。毎日です。少しの時間でも構いませんので、こう毎日暗記は行うようにしてください。あのピアノの練習なんかと同じですよね。ピアノの練習ってこう1日休んでしまうと取り返すのに何日もかかるなんて言われてますので、同じです。鑑定理論の基準類似語の暗記も他の科目の勉強とで同時並行的に少しでも構わないので毎日続けるというのが重要ということになってきます。なので、ポイントとしましては次のく、特に働きながら学習をする方は隙間時間を有効活用することがポイントとなってきます。そうですね、あの通勤通学等々そういった、ね、隙間時間をうまく活用することが暗記としては重要になってきます。要はあの机に座って勉強できる時間は教養科目だったり鑑定理論の演習の方の勉強にあたって、あとはこうねそれ以外の時間は、ね、隙間時間すべて基準類似語の暗記に当てる、まあ、そういった住み分けなんかをしていただくといいと思います。とにかく隙間時間は全部暗記に当てるんだね。そういった意識でご学習を進めていくということになっていきます。で続きの文章、また論文式試験なので書くということを意識するともね意識すると良いでしょうとなっています。最終的には文章で書いていく必要がありますので、暗記においてはこう一応ある程度書くということもある程度意識した方が良いということになってきます。私がこう実践した方法はといいますと、
まあね、いろいろやり方があって正解とかでそういうことはないんですけど、私が受験生時代にやったのはこういったね、あの広告の裏とか白紙を使いまして、ね、声に出しながらキーワードを書き殴りするみたいな、まあね、音読と書くというのハイブリッドみたいな、ね、そんなやり方をしました。例えば原価法の定義を覚えるときには口に出しながら、原価法とは価格時点における対象不動産の、最調達原価を求め、この最調達原価について原価修正を行って対象不動産の積算価格を求める方法であるみたいな形でこう書きなキーワードを書き殴っていくような、こういった暗記の仕方をしました。声に出して読みながらキーワードは書き殴っていく。でこれをねずっと書いてて黒く塗りつぶしていって、で私はそれを捨てずにこう、ね、積み重ねていって、で本試験前日にこう積み重なった、ね、黒く塗りつぶした紙を見て、まあ、これだけ暗記をしたんだから、まあ、頑張っていこうって形でこう自分に自信を持って本試験に臨んだってことをやりました。まあ、いろいろなやり方あると思います。あの書くというのは正直言うと時間がかかります。なので時間効率性を考えて全く書くということをせずに暗記する人も全然います。それもありです。一方で書かないと覚えられないという人もいて、キーワードどころか全部を全部書いて暗記をしたって方もいらっしゃいます。なのでとにかくこう自分に合っていなければ、毎日続けられなければ意味がありませんので、とにかく自分に合った方法をですね、毎日続けられる方法を早め早めに見つけるということです。で、レックでは毎年最終合格者の方と我々講師が対談をするんですね。その対談した、収録のねものをですね、レックの鑑定士課のホームページでウェブアップしています。で、対談にあたってはそれぞれですね、あの基準留熟の暗記の仕方をですね、合格者喋ってくれてますので、ぜひですね、あの鑑定士課のホームページでその合格者対談というところがありますので、そこで、それぞれの方ですね、あの暗記の仕方喋ってますので、こう参考にしていただいて、あこのやり方自分に合ってるかなとかですね、いろいろ参考にしていただいて、とにかく、ね、自分に合った方法をですね、早め早めに見つけるというのがこう重要になってきます。はい、またブリッジテキスト戻っていただきまして、はい、5ページ戻ってください。はい、で暗記の方法はところの1、2、第3段落、なおというところを見てください。なおという段落見てください。なお暗記において重要なのは、覚えることよりも忘れないようにすることをメンテナンスとなります、となっています。そうですね、覚えることも重要なんですけど、どちらかというと忘れないようにチェックメンテナンスをすることがね、より重要となっていきます。つまりこうギリギリ忘れないタイミングで戻ってきてチェックですね、メンテナンスをすることが重要ということになってきます。古典的な暗記の仕方というのは、それこそね、初めの基準総論第1章からですね、まずは1章すべてを暗記して、で1章の暗記終わったならば今度は2章という形でこう順番通り進めていくってやり方、これ古典的な暗記の仕方なんですね。でこれ絶対的な間違いじゃないですけど、これ最後の各論第3章まで行くまでに少なくとも半年ぐらいはかかります。これ最低でも。で半年経って、じゃあ半年後にまた一章に戻ってきて、じゃあ一章覚えてるかというと、びっくりするぐらい忘れています。本当に暗記したのかなってぐらいですね、覚えてないと思います。つまり半年後に戻ってくると、それはチェックメンテナンスのタイミングとしては、それねさすがに遅すぎるということになってきます。なので目安としましては、続きの文章最終段落2行目、基本的には1週間をターム期間として全体をより多く繰り返すことで暗記を進めていくようにしましょうということになっていきます。とにかく総論第1章から各論第3章12の章について1週間で一通りやって、で1週間後また1章に戻ってくるみたいな、そういった勉強の仕方をしてください。とにかくね、薄くで構わないと、こうミルフィーみたいに、とにかく薄く薄く1週間で繰り返し繰り返しやっていくことによって、少しずつ層を重ねていくみたいな、そういったイメージです。なので、初めの1週間というのは、それこそ、総論第1章から各論第3章1週間というのは、それこそ目次ぐらい覚えるので、やっとだと思います。それが普通です。全然構いません。とにかくね、目次だけ覚えて、また戻ってきて、1週間後チェックするということで、1週間後にメンテナンスを入れるということです。
要は1週間で覚えられる基準類似項を繰り返しやることによって少しずつ範囲を広げていくってことです。で、最終的に本試験1週間前だと1週間で基準類似項すべてを1週間でいるようにしていくみたいな、そんなイメージです。とにかく1週間でまた戻ってくる。なので1週間で覚えられる量しか、ね、12の章についてやらないということです。で、1週間で覚えられる量をですね、少しずつですね、増やしていくってことです。そうやって繰り返して行っていく、1週間後にメンテナンスを行っていくね、そうやって繰り返して少しずつ暗記を進めていくのがおすすめということになってきます。で、さらには続きの文章、また書きですね。また1日の最後にその日暗記した概念をおさらいすることで暗記の定着を図ることができますとなっています。睡眠中に記憶が定着するなんて言われたりしますので、要は1日の最後にその日やった事柄をですね、やっぱメンテナンスチェックを入れることで、まあ、暗記の定着度が高まってくるということになります。要は1日の最後、さらに1週間後という形でメンテナンスのタイミングを細かく入れることによって暗記の定着度を測っていく。覚えることよりもね、暗記の定着度を測るためにメンテナンスチェックを行うことがやっぱより一層重要なんだということになってきます。で、ですね、暗記はですね、正直本当大変です。やっぱ厳しいようですけど大変です。私学生時代こう暗記職の強い日本史とか得意だったので結構暗記に自信があったんですよね。だから基準類似項の暗記も結構ね簡単にできるかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱ本当大変です。本当に大変でした。で、先生本当に暗記できますかってこう聞かれるんですけど、全然答えになっていないんですけど、まあ、暗記できなければ鑑定試験は合格することができないということです。全然答えになってないですね。暗記から逃げられないということです。で、全ての合格者がもう頑張ってこの基準事項を暗記をして合格をしています。皆さん暗記をしています。自分なりに工夫をして、なのでやっぱりですね、頑張って暗記を進めていく必要があります。で、この基準類似項というのはもともとはアメリカの基準類似項を和訳したものからですね、始まってるんですね。なので実は基準類似項はもともとね、アメリカの基準がベースになってるので、文書としてこう読みづらい、書かれ受けが分かりづらかったり、あとはね、こう文書って読みづらいような、要は覚えにくいようなこう文書になってるんですね。だからさらにより一層暗記が大変なんですね。で、基準類似項の暗記ってこうね、右肩上がりにですね、どん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 暗記できてるって実感がこう、ね、備わっていくならばとてもいいんですけど、そうじゃないんですね。ずっと実感としては低空飛行なんですね。全然暗記ができないなって形で、全然暗記をしてる実感が湧かないままずっと低空飛行です。で、最後の最後にやっとポッとね、上がるタイミング、全体がつながってきて、お、なんかちょっと暗記できたなってタイミングが、ね、最後の最後で来ます。このポッて上がるタイミングまで粘り強く暗記を続けることができるかどうかがポイントです。正直初めの 2,3 ヶ月って全然覚えられません。それが普通だと思ってください。先生に 2,3 ヶ月やって暗記できないんですけど質問してこないでください。もう当然それは全然できません。で、実感としては全然できてないんですけど、ただそれは暗記はできてますよ、できてます。ただやっぱりなかなか実感としては湧いてこないということですね。湧いてこないです。なので、こう粘り強く、多分ね、1年ぐらいかかります。暗記なんとかできてきなっていうのは、これ、1年後ぐらいです。だから、1年後、ポッと上がるタイミングまで、粘り強く、実感が湧かないまでも、実感湧かないんですけど、暗記はできてますよ。少しずつできてます。ただ、実感としては湧かないので、低空飛行なので、こう粘り強く、1年後、パッと上がるところまで、粘り強く暗記を進めることがね、できるかどうかが、鑑定試験で試されているということになってきます。とにかく、忘れます。見事なまでに忘れます。せっかく覚えたのに多分1週間後戻ってきても忘れます。だから忘れることを恐れずに、ただ忘れていても1回目暗記をした時の時間よりももう1回1週間後戻ってきてもう1回暗記をする時には少なくとも暗記をする時間は1回目よりも短くなっています。これ絶対短くなっています。で、暗記をする時間を短くしていって本試験当日には0秒にする、まあ、そんなような意識です。とにかく忘れますんで、忘れることを恐れずに暗記をしていく時間を少しずつ短くしていって本試験当日には0秒にする、まあ、そんな意識を持って暗記を進めていく必要があります。まあ、本試験当日に暗記できていればそれで問題ありません。それこそ本試験後に忘れてしまっても構わないぐらいです。本試験の2日目3日目鑑定理論の試験日に暗記さえできていれば問題ありませんので、そこをですね、目標にして粘り強くです。全然ね、実感湧けません。 2,3 ヶ月はもう全然実感湧きません。粘り強くやってポッとね、
本当に直前期です。本当に6月とか7月とかです。ポッと上がる時が来ますので、そこまで粘り強く暗記を進めることがポイントということになってきます。で、鑑定試験というのは努力が報われる試験と言われています。つまり基準理軸を暗記すればするほどですね、点数が上がっていくわけなんですね。だから粘り強く暗記を進めていくというのが、鑑定試験、鑑定量の対策としては非常に重要になってくるということになってきます。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。以上をもちまして第2立法講義の方終了いたします。